クリスタルシャワー、知ってほしいここだけの情報配信中。ビジネスの新たな形、モデルケースを作るために日々奮闘中、クリスタルアイマンズキャプテン松&風天のマサでお送りいたします。副キャプテンマサ、瞑想しながら時には逆走、いつでも人肌抜く覚悟はしています。現在瞑想中の皆様、あと一歩が踏み出せないあなた、大丈夫ですよ。クリスタル二人ぼっちクラブの始まり始まり。うん、出だし合わんな。合わないですね、1ヶ月ぶりですもんね。1ヶ月ぶりだよね。だって今ね、本番始まる前にね、うん、お久しぶりな感じ。そうですね、うん、実際この1ヶ月会ってなかったかもしれないですよ。会ってないよねえ、こ、うん、んなに散々もう週に2回3回と。本当だよね、会ってたのにという、うん、元気にしてた。うん、元気なのかな。まあ逆走をしてです、瞑想して逆走して、うんうんうん、その結果一周回ってなんとなく元のこうコースに戻った感じみたいな。なるほど。あ、やっぱりね、いつもながらね、このオープニングトークにはね、はい、あのね、タイトルコールには意味がありますからね。そうですよ、本当に、うん、はい、そう見透かされてますよ、こちらの応募カウントの場での方にですね。皆さんすぐで気をつけてください。そうですね、まあ今日はマサさん、はい、あの素敵なグリーンのスタンドカラーの、はい、またこういうさ、はい、なんかちょっと日本人らしくない服似合うよね。あの、なんとかサティアンから来たみたいになってますけど、あの緑で、うん、紺の縦じまが入ったですね、うん、スイカみたいな服を今日私、うん、着ております。多分知り合いじゃなくても、うん、あ、なんかこんな人いたかなとすれ違う時にはちょっと見ちゃうかなって感じ ね、 なるほどですね、うん、ちなみにこれスタンドカラーでね、襟がこうスタンドカラーこれは実は嫁に作ってもらいましてですね、うん、はい、おらら、もともとは襟がついてたんですよ、うん、それをこうスタンドカラーに直してもらった。そういうことできるんだ。そうなんです、だからいいんですよ。スタンドカラーってあんまりこう柄とかのバリエーションないじゃないですか、うん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 、これだと古着屋さんでこう安くてでも柄がね、うん、あの可愛いやつとかいっぱいチョイスしてですね、うんうん、襟をこうぶった切って縫って、うん、スタンドから出来上がり、うん、なのでオリジナルのスタンドからシャツが、なるほどね、はい、あれいきなり役に立ってますね。いきなり役に立からオープニングからすごく役に立ってますね。ね、まあね、まあ久しぶりのね、はい、久しぶりに会った、マサ&マサでございますが、はい、ね、まあ、こんな2人でお送りしたいかなと思います、はい、楽しみ方はいろいろ、リアルタイムならインターネットからユーストリームで映像も楽しめます。クリスタルシャワー下町スピリットスタートです。ロゴマークでプロジェクト、自慢のロゴのお披露目タイム、ここに込めた思い、そこに至るストーリー、成果や効果までご紹介するコーナーですが、さあ、はい、お久しぶりのマサ君ですが、はい、まあ、今日もね、そうですね、もうロゴのね、まあ、そのね、企業とかね、いろいろマークのね、うん、ロゴマークのデザインの専門会社の、ね、うん、代表ということで、はい、まあ、ここはあの、ほんの短い時間ですけれども、はい、あの津久井正信さんということ で、 そうです、ね、ちょっとだけ片鱗を思ってますね、出したいと思いますけど、今日は実はですね、はい、まあ、デザインといえば絵じゃないですか、うん、ちょっと今日は違うお話をしたいなと思ってました。ほうほうほう。ちなみにあの松パパコンセプトって聞いたことありますよね。コンセプト、うん、聞いたことあります。どんな意味だと思います？コンセプト、うん、うわー、狙い、方針、うん、目的とか狙いとか方針とかかな、うん、なるほどですね、うん、僕はこういうふわふわした言葉を定義付けするのがライフワークなんですよ。おで、コンセプトっていうのはですね、うん、まあ、辞書で引くと概念とかですね、うんうん、概要とか概略とかって言うんですけれども、うんうん、僕の場合はですね、まあ、コンセプトは間違いなく、まず言葉であることは間違いないです、うん、実はね、うんうん、で、どんな言葉かというと、一発で絵が浮かぶような情報量の多い言葉なんですよ、うん、短いのに絵が浮かぶほどの情報量を持った言葉をコンセプトって僕は定義づけて、うん、例えばなんですけど、うん、料理の鉄人って聞いたらどう思うんですか？料理の鉄人、うん、ああ、やっぱりなんかその業界の、うん、まあ、料理の権威、うん、そうですよね、うん、ですよね、しかもすごく修行した人みたいなイメージとか、うんうん、そうそう、あとはなんとなく男性っぽいなとか、あー、そうね、ね、で、僕らの世界でいくと、そうするとこうもう料理のその道のすごい人、修行しまくってた人がこう腕組みしてこう
写ってる写真とか絵面が出てくるんですね、うんうん、そうだね。それをデザインとかロゴにすることが今度できてくるわけですよね、うんうん、これってただ料理が上手い人っていうよりもはるかに料理の鉄人って言った方がもう何十倍何百倍っていう情報をそこに含んでいるんですよね、うんうんうん、でこういう言葉を僕はコンセプトだっていうふうに定義付けてるんですよ。あ、なるほどね。なのでやっぱりラジオもそうですしテレビもそうですけど番組のタイトルとかは割とコンセプトを内包しているものだったりとか、うん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 、しますよね、うん、そうですね、うん、すごく考えるもん、やっぱりコーナーのタイトルとかっていうのも、うんうんうん、やっぱりその、そうですね、そのコーナー担当する本人とすごい話すしね、うんうんうん、あのこれが上手なのがですね、小林製薬という会社ですね、トイレその後にとかですね、うん、COC 明確になるんですよね、うん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 、あの内視通るとかただのダジャレじゃないかって説もあるんですけども、うん、そう、これがコンセプトなんですよ。そうだよね。そうで基本的にはですね、コンセプトとこの絵っていうのは行ったり来たりするものなんですよね。だからコンセプトで言葉によって絵が浮かぶし、うん、絵からコンセプトがつくこともあるんですね、うんうんうん、あの曲を作るときに詩が先か曲が先か視線曲線みたいな話を、うん、デザインするときもコンセプトが先か絵が先か、うんうん、割と女性は絵が先の方が多いですね、うんうん、なるほどね。でちなみにですね、僕の大好きな芸人さんでですね、このコンセプトを考えるのがめちゃめちゃ上手い人がいるんですよ。もう誰か分かりますよ。芸人さん、うん、誰だろう、分かんないな、ちょっとピンときてない、うんうん、なんかバクッとして思い浮かばない。なるほど、答えはですね、うん、僕の大好きなですね、有吉弘行さんです。ああ、あだ名つけてるんですか。そうだ、あれあだ名って思いっきりコンセプトなんですよ、うんうんうん、だってその人の見た目とか顔とかもしくは雰囲気、喋り方とかノンバーバルな言葉になりづらい情報で言葉をつけていくわけですよ、うんうん、それはもうまさにコンセプトをつけるのと全く一緒なんですよね、うん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 、もうこの間もあの何年か前もまあ某大手のコーヒーチェーンでなんか今年もアイスコーヒーをみたいな、アイスコーヒーのアイスが愛、うん、ラブの愛になってたんですよね、うんうんうん、多分それで、うん、あの大手の広告代理店とかもう何十万何百万下手したら何千万とコンセプト策定料金みたいに取ってるんですよ、うん、ただのダジャレじゃねえかと分かりましたもうそれだったら有吉さんにコンセプト考えてもらった方がよっぽどいいですぐらいね。だから有吉さんはもうコンセプト付けの天才。なるほどね。例えばですね、うん、いくつか見てきたんですけど、うんうん、いいよ、ね、春菜愛さんはコスプレおじさんですからね有吉さんにはすると天才じゃないですかね。天才だよ ね小倉優子さん嘘の限界とかね個人性ね。そう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 ね、あの和田アキ子さんはリズム&ボーイズですし月亭方正さんは実力不足とかですね、うんあとは、上島竜兵さんの豚の死骸肥後克広さん絞りかすとかですね、堀内健さんネプチューンですね、うん、砂遊びですから、ね、小学生みたいなもんだけど、うん、それも小学生みたいだねっていうよりも、うん、砂遊びしてそうだから、うん、砂遊びっていうのが、うんそこで情報量多いわけですよね、うん、で分かる分かるあるあるみたいなことになるわけですよね、うん、なんかこれだけでもさ、うん、なんかこうなんか面白いねシリーズにしたりとかさ、そうなんですね、あとその今日のまさくんのこういうそのコンセプトとはな、うん、意外に深く考えないで使ってると思うんですよね、はいはい、そういうコンセプトとかポリシーとかもそうだけどね、なんかそういうその言葉を、うんね、そのお得意の、うんうん、もうしっかりこう、ね、論理づけるというか定義づける、なんかこれのシリーズやっていただきたいですね。わかりました、もうどんどんやっちゃいますね、うん、もう結局なんか絵と言葉っていうとなんか対極するものっていうふうにみんな思う。デザイナーですらそうです。なんか私はデザイナーだから言葉苦手でもしょうがないみたいな人です、うん、違いますせと、うん、やっぱり優秀デザイナーはきちんと言葉と絵をですね、うん、両方駆使して相手に伝える表現するのがものすごい上手ですから、うんうん、そういうふうに私もですね、うん、もうなんていうのこの業界でもそういった研究所を作ってやろうかなと思ってますからね。なんかすごい役に立つ話をする人に見えてきた、はい、そうですね、うん、今までのマサはどこに行ってしまった、うん、一部の方からは寂しい思いをしてるのか、うん、そうですね、まあ、時折ね、マサの基地ぐらいの、ねうんうん、時は時折アレンジしたいかなとも思ってますけど、はい、ネタ考えも大変ですね、うん、そうですねはい、ね、ロゴマークでプロジェクトね、今回もね、はい、すごくね、そのやっぱりロゴとかデザインとかね、やっぱそういうコミュニケーションですからね、うん、そういうのに、ね、役立つお話をね、つくりさんにお話を伺いました、はい、ではまさくん今日の1曲いきましょう、はい、今日の1曲目は熊木杏里さん、私をたどる物語。
さあ、本日は特集ということで、うん、テーマがあるんですよ、まさか。今日はね、つなぐ人呼びました。お、うん、つなぐ人、つなぐ方ですね。つなぐ方ですよ。何につないでもらおうかな。なんかもう右側で色気が出てるみたいな感じますけどね。えもうね、お待たせしました。もうね、あのね、この方はね、はい、あの時より節目があるごとに、うん、あのレインボーテムイフにこちらにも来ていただきましてですね、うんうん、まあね、まあ大きいんですわ。まず必要なことで言うと、これラジオなのでね、うんうん、あのね、聞いてる方、大きい方です。なるほど。はい。ね、もう愛称から先に言っちゃおうかな。はい。ね、じゃあ、ガンちゃん。はい。ね、ガンちゃんを呼びしました。よろしくお願いします。はい。ね、ちょっとガンちゃん。ありがとうございました。ね、ガンちゃん何者かというとね、はい、ガンちゃんね、静岡の浜松から来ていただいてまして、うん、ね、あの、お仕事はね、はい、あの、その、中古トラックの、まあ、全国販売のね、お仕事で、まあ、そこの社長さんをやられてるんですよね、うんうん、岩本康弘さんとね、はい、ありがとうございます、ね、おっしゃられるんですけれども、うん、まあまあね、先に言うとね、松戸もね、はい、あのガンちゃんのこのトラックのお仕事のことはようわからんです。僕あの、ほとんどその話したことないです。ああ、そうなんですね、はい、うん、ビジネスの話をしたことないんですけれども、うんうん、でもね、あのね、松戸にとってもそうですし、うん、ガンちゃんとのこうつながりのおかげで、あの、うん、お仕事とかね、まあ、含めてね、いろんなお付き合いの幅とか、はい、いろんな世界の人にお会いしたりとか、そういうのが広がってることは事実なんですよ。さすがつなぐ人ですね。すごい偉くあげちゃったんですね。じゃあ、はい、マルコ渡しますみたいな。本当ですか。あとよろしく。そうですね。で、まあ、ね、まあ、せっかくね、こうやってね、お呼びしてお話したいと思ってはね、ガンちゃんね、まあ、営業のね、世界も長くしてね、ビジネスの世界も長く、まあ、行き着いたところが、まあ、今日もね、あのガンちゃんの左肩に五連の縁というね、はい、背中にも書いてあるところ、これね、背中にもあるんですよ。そう、本当だ、五連の縁ね、五連紡ぎ大学っていうふうに書いてますけれども、もうね、こうやってね、書いてる、うん、で、だから、いや、これが仕事なのかなと思うけど、これ仕事ではないんですよ。仕事じゃないです。仕事じゃないです、うん、でも、これによって生きてるし、自分の特大してるのは事実なんですね。うん、なので、まあ、その繋ぐっていうことね、やっぱりなんかそこからこう気がついたこととか感じてることとかをこうお話しいただきたいかなと思ってます。ありがとうございます、うん、そうですね、まあ、中村文明さんは、まあね、前出ていただいたかもしれませんけど、うん、好きな言葉がね、やっぱ人のご縁ででっかく生きろっていう言葉で、はい、まあ、私の名刺の中に今タイトル書いてあるんですけどね、うん、やはり人の本当にご縁で甘いわけじゃなくてですね、うん、やっぱ人と人とつながることによってね、化学反応が起こるんですね。だからその人のまた後ろにいる人たちがどんどん出てくるんです。だからその人だけじゃなくって、だから皆さんでやっぱり後ろに10人とか100人とかいろんな仲間がいると思うんですけど、その人たちにつなげてあげるってことを私はね、今までずっとやってきてるんですね、うん、でそういうクラブもやってるんですけど、おかげで知らないうちになんか縁が繋いで、またどこで、まあ、こんな商売が繋がっちゃったりして、私は全然営業はしないんです。だから営業はもう基本的にその一つのことが営業だと思ってるので、うん、トラック屋がね、トラック買ってって言ったらおかしいでしょ、うん、なんかね、その自分の専門、おかしいですね、こんにちは、私実は何屋ですって知ってるよってなっちゃうわけですよ、うん、そんな面白くないんで、ね、やっぱりもうそれやっぱり誰かのネタを、今日は実はこんなネタ持ってきましたとか、ね、それでいくことによっていけるんですね。ですから、まあ、さっき言ったとちょっと矛盾しちゃいますけど、自分ではなかなか行かなくって、うん、まあ、来てくれた方にどんどん伝えてくることが今私のモットーで、うん、この2年間ちょっと動けないことがちょっとあるんで、うん、お客さん来てくれたらね、どんどんいろんな話をしてどんどんつなげてあげて、うん、まあ、そうしたらもう毎日がワクワク楽しく止まらなくなっちゃってます。こんな感じかな。抽象的ですかね、うん、でもね、今その化学反応ってね、うん、おっしゃったんですけどね、そのご縁をつなぐすごくね、発想というか実際にこう拝見してましてもね、つなぐこ、まあ、つなぐっていうのは、まあ、誰とかさんを紹介します、こんな人いますけどってこうね紹介するんだけど、なんかね、そこの上にね、そこの上になんかこう仕事が乗るんですよね。人のご縁自体が化学反応で、はい、あえてしてその僕らが何かしらその、まあ、ビジネスだったり、うん、なんかこう商品とかサービスとか、うん、もしくはなんかその、まあ、それを売るためのマーケティング、うん、まあ、そこが化学反応を起こすって考えがちなんだけど、うん、ちょっと
とそのガンちゃんとお話をしていると感覚が違いましてね、人と会うこと自体が化学反応を起こしてて、はい、実際には、まあ、そこの上になんかこう、まあ、サービスとか、はい、あなんとかが動いてるだけだと単純にと思う。そうなんですね。でもなんかお話をお聞きしてるとこう普通こうつなぐってなると誰かを僕を誰かにつないでほしいみたいな人がたくさんいると思うんですよ。だけどガンちゃんの話は違うんですよね。多分自分の後ろにいる人たちを誰かにつないであげたいみたいな。そうなんです、そうなんです。多分そこはちょっと違いが大違いみたいなところがあるのかなと、うん、だから人脈くれくれ族みたいな人いっぱいいますけど、うん、それとなんか一見つなぐっていうとこう誤解されがちなので全然質が違うんだろうなって気がしますよね、うんうん、ありがとうございます。どうですかガンちゃんが見てやっぱりそこら辺はこう世の中のやっぱりこう人脈作りとかなんかこう人ね、うん、あのねやっぱりなんだろうな、こう紹介とかあるじゃないですか、やっぱりそのビジネスよね、紹介ビジネスっていうのもあるけど、どう思います？そうですね、紹介ビジネスですか、うんうん、まあそうね、うん、一般的にね、なんかこう、つながりっていうのは、うん、なんか僕ね、もうあんまり商売したくないんですよなんですよね、もうだから自分のものがね、なんだよね、なんかこう、売りたいんじゃなくて売れちゃったっていう感じで、うん、なんかそのつなぎかれかなと思って、うんうんうん、それからあの、これですよ、あの必ずね、喜んでもらいます、もう喜んでもらえなきゃいけないしね、うん、絶対に喜ばせなきゃいけないと思ってます、うんうん、つなげたら、はい、それがまたつなぐになります、うん、だからあんなのつなげられちゃったって言われたらちょっと心外じゃないですか、そうです、ね、うん、物にしても人にしても、うん、ですから必ず喜んでもらう、うん、どうしたら喜ばせようかと、あの人ってね、うん、喜ぶと最後怒るんだって、うん、なんでこんなことを教えてくれたら叩くらしいですよ、そこまで、それが最高度らしいです、だからそこまでやりたいなと私はやってるんですけど、まだなかなかそこまでいかないけど、でもね、やっぱりあなたのに紹介してくれたら絶対間違いないよねって、うん、やっぱりそこら辺は言わせたいですよね、うん、なるほど、すごい、うんうん、そうなんですよね、まあね、そうやってね、そのこうね人がね、こう怒っちゃうぐらい喜ばすっていう感じね、そう、なんで困るんだって言わせたいですよ、私、うん、その発想全くなかったですね、面白いな、うん、でね、これがね、まあそのね、繋いでいただいているそのガンちゃんにね、うん、その、まあ、その立場のね、でもある松パパとしてはね、うん、これがね、またね、そのガンちゃんがね、えっこう僕の事情知ってるのかなっていうぐらいのね絶妙なタイミングで電話がかかってきたりとかするわけですよ。なるほどなるほど、うん、でこれ最初は偶然ぐらいかなと思うじゃない、だけどもうねちょっとお付き合いはね結構長いですけれども毎度そうなんです、すごい、うん、毎回そうなんですよ、あれと思ったら、でも打ち掛けようと思ったらギンとなったりね、いや繋がっちゃってるな、気でなんか繋がってんじゃないかと思って、で糸電話で見えない、見えない糸電話、そうですね。でやっぱりそういうそのまあでガンちゃんも含め、そうやっぱりそういうことをこう意識して付き合いが始まるその人脈の人たちにお会いするじゃないですか、はい、そうすると皆さん同じ感覚を持ってらっしゃるんですよね、そうなんですよ、うん、だからすごく短い時間ですごいつながりますしね、そうですね、うん、でほとんど今のこの時代にその人たち全員つながってるのって電話ですもんね、これメールする時間もったいなくて、うん、もうなんかねほとんどなんかそうですね、このガンちゃんと僕らからこう派生したところのね、うん、この時代になんですけどこうピンポイントでつながりというか、そうですね、うん、で常に思うのがこのスタイルで思う時にね、まあ皆さんもいろいろお仕事されててもうほんとピンチっていう時、はい、うん、あるじゃない、うん、その時に起こるもっとね、うん、でその時に今までも昨日もちょっとお話をしたんですけどね、はい、何かしらの形勢逆転、うんうんうん、そのもうワープするぐらいの、うん、その時って必ず誰か人が現れるって思わないんですか、わかります、わかります、はい、そうでしょう、わかる、全然脈絡もなく、うんうん、そうそう、いつもそうですね、私もね、ですよね、現れますね、うん、ありますよね、まあそのね、うん、突然電話がかかってきて、まあやっぱりありますもん、突然電話がかかってきて、うん、そう、身も知らないけど、でも人から紹介されたってきて、はい、大量にこの商品が欲しいんだけどっていうことがバコンとこう、うん、起こったりとか、これはするんですね、うん、うん、なんだろう、なんかそういうのが、うん、その
偶然じゃなくてこう頻発に起こるというその体感がガンちゃんとご一緒してるとありまして、すごいな、うん、でも全部の人がそうじゃないですよね、きっとやっぱポジティブなこう何でしょう、うん、感情とかを持っていないとそういう風な繋がったりとかしないのかなとちょっと思うんですね。なんかそういった実は周りに助けてくれる人がいたとか、これが助けだったみたいなことに気づけるか気づけないかって、その人のね持ってる心持ちもあったりとかするから、やっぱり前向きな人ほどそういうチャンス気づきやすいっていうのもあったりするんですかね。そうですね、そうですよね、うん、やっぱり一番なんでしょうね、なんかそういうことにガンちゃんが強く強く、あのね、これまで、うん、まあ、いろんなこうね、お仕事世界にいながら、うん、まあ、こういうふうに気づいたターニングポイントって何なんでしょう、うん、私、うん、ああ、やっぱりもう俺はつなぐことだなとかさ、なんかもう、うん、いや、どちらかというと商売することの方が嫌になっちゃったわけでしょ、さっきおっしゃったけどね。いや、そうなんですよね、うん、だからもう、なんでもうやりたいなと思ったんですよ、仕事ね、もうでも実際にはね、そう言ってながら商売拡大してますからね、この方本当にね、やめたかった時だったんですね、うんうん、でもやっぱりこう、やっぱ人が好きなのかな、うん、人が好きね、人が好きなんだよね、うん、うん、それで、それともう一つのね、うん、おせっかい、おせっかいからのおせっかいなんです、もうこれはもうね、やめません、うんうん、それでいいと思ってます、うん、だからもう来てくれたら、もうこうまずちゃんとね、うん、お話しあげたり、うん、いろいろヒントあげたりするんです、いいですよね、ね、いい言葉でね、やっぱりなんかこう、ね、仕事なんか ね、うん、ね、いい意味でね、本当にね、おせっかい、ね、うん、せっかいを焼くっていうのはね、うんうん、なんでしょうね、やっぱね、こういうのがね、日本人の中にね、そうですね、うんうん、向こう三元気、そうですね、やっぱりなんかそういうのが今、こういう時代になってきたから、うん、まあみんながやっぱり欲してるし、もともとね、こう自分たちの DNA もあるしね、そうですね、そういう風にね、うん、なのかな。で、世の中ってギブアンドテイクって言うじゃないですか、うん、嫌いなんですよ、はい、ギブだからいいですよ、なるほど、見返り求めるよね、ギブアンドテイクだもんね、ギブアンドテイクだと、ね、いらないと思う、もう絶対いらないと思います、はい、ね、うん、これはね、まあこれでね、うん、まあ、これからもね、ちょっとラジオでね、こういう話をしていきたいと思うんですけど、まあだんだん、じゃあどんどんこのラジオのこの番組の企画の中で、じゃあどんどんおせっかい役を作っていきましょうか。そう、実はそう思ってるんですよ。ね、ネタありますし。そうですよね。さあ、ね、そんな話もね、この番組でね、していきたいと思います。ね、おせっかい組合をね、ぜひ。そうです、そうです。組合に作っていくような形で、ね、うん。ね、そうです。ね、あっという間のね、もうあっという間のガンちゃんの時間。終わっちゃいますね。なんですよ。はい、ありがとうございます。なんですけれどもね、まあこれからもね、皆さんね、さあ、まあガンちゃん大きいですかね。後でね、Facebook のね、写真のアップなど、もう本当に満面のね、絵でね、うん、大仏様のような評価をされてますので、うん、はい、一度ね、拝んでくださいお願いします、はい、つなぐ人特集でした、はい、では、まさくん2曲目いきましょう、はい、今日の2曲目はランプオブチキン、涙のふるさと、スパイスの教科書、人生にスパイスを、スパイスは未知なる存在、生命の源、元気、希望、時には人と人とをつなぐ道具、単なる香辛料というだけにとどまらないスパイスの魅力をスパイス研究家の遠井香織さんがご紹介します。はい、香織さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、うん、なんか軽やかな出だしですね。はい、なんですけども、本日のテーマ、本日限定のテーマなんですけども、本日限定、はい、荒ぶります2018でございます。荒ぶります、はい、とかなんかね、はい、涼しい顔して荒ぶりますって言われると、はい、怖い、あ、ごめんなさいいやですね、うん、嬉しいんで、嬉しいことの副作用と言いますか、うん、嬉しい、まあ反面って感じなんですけども、うんうん、ありがたいことにそのさっきこの間からご紹介いただいているように、うん、本とかも出させていただいて、うんうん、それも、まあ、一時期アマゾンに売り切れというふうに、うん、順風満帆に見えるんですけども、うん、そのまあ本を出させていただいた、でこちらラジオにも出させていただいてる、うんうんうん、要はちょっと名前がちょっと世に昔よりは出るようになったんですね、うん、それの副作用みたいなことが最近ちょっとカチンってくることがありまして、うん、ちょっと皆さんにこういうこともあるんだよっていうことをお伝えできたらなって思ってます。なんか物申すって感じですか。あれが違います。怖いですよ、物申すと。こっちが怖いです。うんうん、どうしました。いやなんだろう、よくテレビとかで聞くんですけど、うん、
例えば芸能人とかになると親戚が増えるって言いません？はい、そうですね、はいはい、あの私の場合も友達が増えまして、うん、はい、そうだね、はい、うん、あなた誰みたいな、うん、っていうのが結構ありまして、うん、それわかる、はい、あの結構しかも私がその売れない時っていうか全然何も、例えばそういう何もことをなしてなかった時は、うん、結構悪口言った人なんですよね、うん、あの、うん、逆になんか私となんか一緒にいると、うん、なんか仲良く思われちゃって金連れされたらどうしようみたいな言ってた子がいて、うんうん、でそれで最近になってその本が出たで、なんかあのこういうラジオでも話させていただいてるっていう風に言ったら、うん、なんかそもそも会いたいな友達でしょって来て、うん、うん、違うみたいな、うん、なるほど、それがちょっとちょくちょく出てきまして、うん、でなんかあのそういうふうに伸び調子の時って人が集まってくると思うんですよ、自分もそういうふうにあやかりたいから、うん、なんですけども、うん、逆に私が落ちた時にどれだけ人がいてくれるんだろうと思って、うん、それがその人の価値だと思うんですね、うん、その私のあの元々かかっていたお医者さんがいるんですけど、そのお医者さんが言ってたのが、うん、その人の価値っていうのは、うん、その棺桶に入った時に全部決まると、棺桶、うん、に入った時に周りに人が何人いて何人泣いてくれてるか、うん、その中に笑ってる人がいないかどうか、うん、それが自分の価値なんだと、うん、だからもうその自分がその自分たちが誰でも登ってる時にたかってくる人っていうのは、うん、友達でも何でもなく、うん、まあちょっと言い方悪いですけどハイエナみたいなもんだなと、うん、最近すごく、しかもそれをちょっとやられてしまうと、うん、自分もショックだなと思って、うんうん、でも人間の悪いところというか欲にたかるっていうところが見えてしまったかなっていうふうに思いますね、うん、なるほどなるほど、うん、そういうのを感じちゃうんですね、うん、まあ、ちょっと悲しかったかなっていうのがありまして、うん、あともう一個はですね、うん、あの私今、まあ、年齢的にもまだひよっこのペーペーなんですよ、人生ペーペーとしてね、うん、なんですけども、あの例えば50代の方60代の方とか言わせると、うん、まだこの、まあ、お子ちゃまなわけですよ、でそのお子ちゃまなんですけども、うん、あの最初はすごい上から目線で来られてしまうんですね、うん、あのこの間、まあ、とある方とお会いしまして、うん、その方はあの、まあ販売系の会社の、うん、結構あのお偉い方なんですね、うん、でその方と少しお話をしたら、うん、あのまず一言言われたのが、なんかお前みたいなひよっこは何も人生分かってないっていうことを自覚した方がいいってまず言われまして何も言わないまま言われまして、うんうん、であのそれは私事実だと思うんですよ、うん、まだその私はこの世界でしか生きてないし、うんうん、社会のことも分かってないっていうのは自分で分かってるの、あ、分かってると思ってるので、うん、それはあのこういう忠告として受け止めておこうと思ったんですけど、うんうん、その後にその私のその本のこととかあとスパイスの活動とかを知ったら手のひらがガラッて変わりまして、うん、あの、うん、なんかうちの商品使ってくれるよねみたいな、うん、なってしまいまして、うん、ですごく売り込むんですけど、うん、そこでまたもう一つトラップがあって、うん、あの売り込み価格がすごく高いんですよ、うん、なのであの多分私がその物を分かってないからこの値段だったらこいつ売れる、こいつなら売れるだろうと思ってると思うんですよ、でそれでそれをほら何かその本とかに載っけて、うん、その広めてくれて、うん、その自分のが売れるっていう風なルートを頭の中考えてると思うんですよ、うんうん、なので多分その方たちから見ると私は多分ダイヤモンドを持った赤ちゃんなんだなと思って、うんうん、それをどうにかして奪ってやろうっていう風に思ってるのかなっていうのを、うんうん、すごく感じてしまうんですね、うんうん、なのでそのなんて言うんでしょう、そういうものを持ってるっていうのが、うん、うん、ちょっとプラスにも作用するし、こういうふうにちょメンタル的にやられてしまうんだなっていう時があるんだなっていうのが最近思いました、うんうん、ああなるほどね、はい、やっぱりねとっても、まあ、感受性がね、うん、あの高いかおりちゃんならでは の、 あの捉え方かなと思うし、はい、あのね実際にね、まあ、こうやってねマスターもね、はい、あのまあいいところぐらいまでは人生経験積んでるんですけれども、やっぱりね、あるよ、うん、まあ、やっぱりみんな例えば会社の経営してる人もそうだし、うん、まあ、例えばアーティストの活動をね、はい、してる人ね、昔有名で、うん、ってある時にやっぱりみんなで話す時に、はい、うん、人生の中で手のひらを返そうと、うん、っていうのを表側もに返す時も裏側を表に返す時も、うん、やっぱり聞くもん、やっぱりそうですよね、うんうん、聞こえる時があるよね、うん、むしろその、うん、私が赤ん坊だと知っていて、うん、台を持っているとして、うん、そのなんででしょう、それ奪おうとしてお前は恥ずかしくないのかって逆に思ってそれもカッチンってきちゃって、うん、なかなかちょっと汚いところが見えてしまいますね、どうしても、うん、
なんだろう、立場が変わってくるとといいますか、うんうん、ちょっとその辺が、うんうん、なんか本そういうことをできたことによる副作用かなっていうのが最近思いますね、うんうん、多分これからそういうなんかその本出すこととかに憧れてる方とか、うん、いらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、こういうこともあるなっていうことを、うん、はい、だからさ、はい、あの急に例えばほら宝くじが当たって、はい、お金でもそうだけど、ポンとさ億万長者になった瞬間に、はい、みんなハッピーかっていうとそうじゃなくて、結構そのもうほら人生が狂ったって、そういう話も聞いたりするじゃない、はい、だからやっぱりなんかそういうことっていうのはあるんだろうし、うんうん、でもだんだんなんだろうな、まあ、それを、まあ、そういうふうにこう捉える、はい、まあ、だんだんそのほら心の強さというか、そうですよね、余裕と言いますか、まあまあまあ、ね、まあ、そこがまた、はい、これがほら今度は自分の人生経験として、はい、まあ、それはもうほら自分の肥やしにするっていうか人生がね、あのそれをうんと、まあ、こう丸パツつけるというよりもそれをまあ自分の、はい、やっぱりこう人生を送る知恵にしていくっていうのがいいんじゃない、はい、うん、どうしても金と名声、うん、金とか名声とかどうしても人狂わせますね見えるというかすごいそう思いました、うん、でもねやっぱりね、なんだろういろんな価値をね、はい、広く広く、うん、人に知ってもらうっていうこと自体がやっぱりこう価値があると思うので、はい、まあなんて言うんでしょうか、まあこう、まあ副作用にも耐えられる、うん、体制を作っていくというのも人生の勉強じゃないですか。そうですね、うん、めげずにどんどんやっていきたいと思います、ね、もういいよいいよ、そうそう、はい、ね、そういうのをね、こう踏まえながらね、はい、まあ、もっともっとね、うん、まあいろいろこう、まあそのスパイスのね、はい、やっぱりこう価値、ね、ここのタイトルにもありますけど、はい、やっぱりその、まあ単なるお料理だけじゃない、はい、やっぱりその、かおちゃんにとってはね、うん、やっぱりここに言ってますけどね、やっぱりこう自分の、はい、やっぱりその生きるね、あのきっかけになったりとかね、はい、そういう価値を伝えていかれたらいいかなと。そうですね、うん、なので、まあ、まあ逆の起爆剤としてこれからも頑張っていこうと思います、うんうん、はい、そうですね、はい、はい、ね、まあ、そんなね、かみさんなので皆さんも応援してください、はい、ね、本もね、またアマゾンでもね購入できますので、ね、どうぞね、まあ、スパイスをね教科書としてお使いください、はい、またこれからもよろしくお願いいたします。はい、スパイス研究家遠井香織さんでした。では3曲目いきましょう。サンボマスターできっこないをやらなくちゃ、コンシェルジュさんのコーナー、5分間のお披露目タイム、毎回素敵情報をお届けします。今日のコンシェルジュさん、最初は美容家の井上美希さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、さあ今日はどのテーマでいきましょう、はい、今日は決めてきました、うん、あの今を生きるテーマでブログを書こうと思って、うん、途中で止まってる文章、あのものがあって、うんうん、で今日それを読み返していて、うんうん、それにしようと思って、うん、はい、今を生きるね、はい、うん、なんかあの、まあ、私親でもあるので、うん、親だとどうしても経験値から子供の予想されることを先回りして注意してしまったりするじゃないですか、うん、でそれによって子供も可能性潰してるなっていうのは以前に気づいたので、長女では、まあ、多分失敗というかね、うん、あるんですね。でも次女はそこは見守るようにはしてるんです。で今ヘアメイクとか、まあ、今日午前中で化粧外来っていうねところで私が、うん、あの教会の方のお仕事で行ってきたんですけど、うん、やっぱりなんか、うん、と先に予想されることに対して備えようとしてみんないろいろ動いてるけど、うん、本当は今一番今目の前のことを一生懸命やることの方が大事なんじゃないかなって思うことが多くて、うんうんうん、スキンケアの方の仕事でも、うん、将来年老いていくことを前提に今どうするかとか、うん、例えばね、シミができそうだから美容液使おうかとかやってるんですけど、うん、実は自分がやっているお手入れの方がダメにお肌を、ね、ダメージにさせてることが多いので、うん、化粧品じゃないじゃんって思ったりとかね、うんうん、なるほどね、はい、そっか、はい、なのでなんか今日の午前中で言うと、うん、今日はあのウィッグの体験会をしてきたんです。おー、ウィッグの、はい、あのウィッグなかなか、うん、あの手に取ることが少ないじゃないですか、うん、でまあ、闘病されていくと、まあ、抗がん剤治療とかでね、手が抜けちゃったりとかするんですね、うん、でまあ、そういう方たちは今、ウィッグというものを、うん、あの被ることが増えてきて、意外に街見てると多いんですよ、うん、ただやっぱり、すごく上手に被ってる方もいらっしゃるんですけど、あのもったいないなって、私の中ではもっとね、綺麗になれるのにっていうふうに見えちゃう部分が多くて、でそれもやっぱりそのウィッグを買う、手にするタイミングっていうのが、
まあ、ぶっちゃけ的な話で言うと、闘病で、まあ、がん治療、抗がん剤治療する前に、うん、この辺のタイミングで毛が抜けるから、うんうん、まあ、備えて用意しましょうねっていう流れが今あるらしいんですよ。でもその病気になって心がこう、ね、病んでる時に、うん、デザインとかね、髪の色はこうしたいなんて発想も浮かばないんじゃないかなと思っていて、うん、で前回あの、まあ、そういう方にお会いした時にどういうデザイン選んだんですかって言ったら、うん、覚えてないって、うん、やっぱりなんかその前あればで、あのいろいろでご電話いただいてもそこで本当は断れるんですよ、うんうんうん、ですけど断る手段も浮かばなくなっちゃうんだよねって思うと、あの進める側ももうちょっとね寄り添ってお話をしないといけないんじゃないかなって思ってます。ああ、なるほどね、はい、その方の置かれた状況を使ってね、はい、っていうアドバイスですよね、はいはい、まあそれはあの何でしょう、その美容家の、はい、あのみゆきさんのまあ何でしょう、あのお客様に対するこう姿勢ですね、はい、そうですね、うん、あ、そうですね、それね感じるよ、はい、なぜかというと、あのまあそば今の髪のねカットをみゆきさんにしてもらいますけど、はい、あのみゆきさんがあの松葉カットしてくれるときにお話しするのって、はいはい、僕の仕事とかそのどういう人に会うのか、どういうタイプの人にお会いしたりとか、まあこういう仕事なので、まあ、ちょっとスーツじゃない、自分自身もそのスーツ族の人たちと一緒にいる時間の方はちょっと少ないよね、とね、やっぱりそういうその状況を聞かれてから、その髪のねこうスタイル、その髪のヘアスタイルだけの話だけじゃなくてね、そこからカットに入るじゃないですか、ね、そうですね、うん、だから今の話聞いてて、そうですね、あの仕事の姿勢が現れてるなと思いました。なんかこう、うん、ね、その人が笑顔なのに意味がないので、うん、多分全てそうですよね、うん、やるもの、うんうん、そうしたらなんかその先のことを狙うではなくて、うん、今が一番大事なんじゃないかなって本当に思いますね、うんうんうん、なるほどね、はい、そっか、まあいろいろねこう今中を生きるっていうね、はい、ことわざも ね、 そうですね、ありますけれどもね、うんうん、とってもこう大事なことですね、はい、これあのね美容とかそこだけじゃなくても、ね、いろんなお仕事でもそうなんですね、はい、多分、うん、全部一緒のような気がして、うん、はい、なるほどね、はい、いやいいですね、やっぱりそうね美容というね、はい、ことを通してね、はい、やっぱりこう生き方だったりね、はい、まあこう人生哲学っていうのをね、はい、まあその続く人たちにやっぱり教えていくっていうのも必要かなと思いました。そうですね、ありがとうございます、うん、はい、ね、まあ今回もね、まあ美容家の美容美育さんにね、はい、まあとてもあの美容の話だけじゃなくてね、美容の話を通じてね、はい、とってもあの人生にね、あの役立つお話をいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございましたね、本当にね、まあ実際にねこうね、仕事を通してと思いますけど、まあ、あの実際仕事の中でもねよく言いますよね、自分 の、 あのサービスを通して、まああのね、そのサービスを受ける人がどんな得を得るのかみたいな話っていうのをね、どれだけ想像してあげるかっていう話はよくありますよね。では本日のコンシェルジュさん、引き続き参りましょう、ね、ちょっと和風の曲が流れてまいりましたけれども、そうです、ね、はい、テーブル茶道協会の神林弘子さんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、今日はピンク、あ、そうですね、桃色のちょっと夏になってきたのでレースの着物、うん、レースの着物なんですね、はい、はい、素敵です。なんかね、今年は桜も早くって、うん、藤も早くて、バラも早くて、うん、もうあの紫陽花がね、咲いているという、そうですね、そんな季節に追い立てられるように、うん、あの今、暦だと立夏といって、うん、夏ですね、うんうん、でなんか夏のね、すごく爽やかな日が続きましたが、今日は雨ということで、うん、このまま梅雨に入っていくんではないかとね、こういうような季節ですね。そうですね、梅雨もなんか早めに来るかもしれないですね。そうですね、で、あの私はですね、月に1回京急百貨店さんっていう上岡にある百貨店で講座を持たせていただいておりまして、うんうん、あの一昨年からね、行っているんですが、まあ、テーブル茶道を主にやっていたんですが、うん、今年の4月からあの抹茶ナビゲートといって、うん、なんかこう茶道までは行かなくても家で抹茶をね楽しめればいいわっていう方が結構いらしたので、うんうん、そういう方に向けて講座をしているんですね、うん、で3回シリーズでして1回目はあの抹茶の製法だとか
抹茶って何ぞやという話をして、うんうん、あと2回目が薄茶の立て方で3回目が濃茶の立て方というのをしています。で薄茶と、ね、濃茶って、うん、初めて聞く方もいらっしゃるんですが、抹茶ってこう2通りの、ね、立て方がありまして、薄茶はお湯が多くて、今松葉場もやっていらっしゃるテーブルサドでもやっている、カフェでもいただけるような立て方ですね。で濃茶はお湯を少なくして練るお茶なんですね。ドロドロにしたお茶で、まあ、茶道の、ね、本質っていうのはこの濃茶でいただくんですけれども、そんな講座をしておりまして、で抹茶の、ね、製法っていうのがとても最近大事だなと思ってきているんですね。というのは今世界中で抹茶ブームで健康にいいということで楽しまれている方が多いんですけど、ちゃんとした抹茶が流通しているかというとそうではなくって、今日本で石臼でね引かれる量っていうのは決まってるんですが、世界中に流通している量ってもっとそれより多いんですね。ということは抹茶じゃない抹茶が出回ってるということで、それで外国の方がね、こう、 うちの教室に来てお茶をいただくと、あ、抹茶ってこんな美味しかったんですかっておっしゃるんですね。で実はそうですね、そうなの、茶道をね手習いするようになりましてね、抹茶ってこんな味なんだって思ってます。あ、そうですか、それがね本当の抹茶でして、でなんか外国の方ってねすごい苦いけど健康にいいから我慢して飲んでましたっておっしゃっていて、多分作り方がね、本当に葉っぱを砕いただけだとかね、そんな抹茶がこう流通してるのかなって思うので、本当にちゃんとした抹茶ってこういうのですよっていうのを伝えているんですね。でさらにやっぱり産地によってもね味とかも違って、なかなか抹茶って試飲ってできないんですね。煎茶ってこう試飲の、ね、そうですね、コーナーとかありますけど、そうか、抹茶って試飲がなかなか、ね、できる機会が少ないですね。なので今回はやめのね、福岡県のお茶と、あと宇治のお茶と、あと西尾といって愛知県のね、宇治と西尾が二大産地なんですね。あと静岡のねお茶を飲み比べていただいて、で抹茶って嗜好品なので、コーヒーもすごくこうブラックで濃くて酸味があるのが好きな方と、アメリカンみたいなねさらっとしてるのが好きな方といるようにね、なんかよくどういう抹茶が美味しいんですかって言われるんですが、自分が美味しいと思う抹茶が美味しいんだろうなって最近思うので、なんかそういう飲み比べとかをねしていただいたりして楽しんでいるんですが、やっぱりそこにやってみると、あ、茶道もやってみたいなっていうことになり、今通ってくださる方は今度それが終わったらテーブル茶道の方にね、通いますとか言ってくださってるんですね。でね、松葉場も少しずつ前ができるようになってまいりましたが、はい、はい、まだできるというね、できるでの手前の手前ぐらいですけどね、またね、今日ね、その抹茶の味の話になってますけど、これがまたね、その教室でね、茶道教室で、ひろこ先生から習うんですけど、このお茶の味もですね、同じお茶なのにやっぱり立てる人で味が全然違うんですよね。そうですね、前回 ね、すごく経験した方が多く参加されたので、圧倒されたというか空気が違ったと思うんですけど、なんか初めこう伝えるものよりお手前を見て伝わってくるものがね、多かったかなと思うので、松葉場もそこを目指してね、私も頑張る、はい、と思っておりますので、はい、そうですね、やはりね、実際にね、私も体験しながら、ちょっとこのコーナーをお送りすることでね、本当にね、こう、なんでしょう、いろんな方にね、人をおもてなしするとか、皆さっきはつなぐって話をね、番組の冒頭からしてますけど、はい、一つのね、そのコミュニケーションをね、取るには、すごくまたいい機会にも、その茶道というのはなるのかなというふうに実感もしてますし、はい、ね、また茶道の楽しさ、ね、いろんな奥ゆかしさ、ね、そういったものをお伝えいただきたいかなと思っております。はい、はい、テーブル茶道協会の神林ひろこさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、コンシェルジュのコーナーでした。ではエンディングに参りましょう。今日のクリスタルシャワークラブ B、 松&マサの最強デコボコな二人ぼっちコンビ、本当にデコボコだね、大人放送委員会でございます。あなたにとってお役に立つ情報はありましたか？水曜日もクリスタル、週末に向けてファイトですよ。次の番組は大江戸ワイドスーパーアフタヌーン、亀戸にありますアンフィニッシュオンスタジオからの放送です。
映像は毎週ブログや Facebook に掲載しますので、そちらもお楽しみください。チームクリスタルのすべての情報はクリスタルのホームページ、カタカナでクリスタルレインボークラブ .com をご覧ください。お楽しみが盛りだくさんですよ。そうだね、まさくん久しぶりだったね、うん、クリスタルのね、ホームページが新しくなったんだよね。はい、あのね、皆さん検索はね、はい、さらに進化しまして、数字で81810、出た、カタカナでクリスタルと検索していただくと、うん、クリスタルのホームページが出てまいります。なるほど、なるほど。ちなみに81810は何なんでしたっけ。81810は AAO クリスタルということで、ね、商標登録した方がいいんじゃないですか。ついでにロゴもあ、ね、AAO のね、なるほど、うん、そうですね。でも今日はあのね、ちょっと久しぶりの、はい、うん、なんとなくこう久しぶりの感覚で放送しておりましたけれども、うん、でもすごくあの役に立つ番組でした ね、うん、ね、あのよくわからない、の付き合ってた子に刺されそうなって話をしてた時は何だったんだっていうねえ、あの時ね、はい、もうねバカ話をしてた頃がね、そうですよね。で本当にね、なんか一人一人、なんか皆さんそのお仕事を通して思うんだけどさ、はい、なんかこう生き方っていうか、なんかこうね、こう人生哲学じゃないけど、あり方みたいな、はい、結局そういうのが問われる時代になってきたのがね、いろんなものが進化してさ、うん、もう AI とかロボットとかこうあるけど、うん、はい、でもやっぱ人は人だからさ、結局なんかその、まあ多くの人がね、うん、あの仕事の時間が一番長いわけでしょ、はい、やっぱりなんかそう自分の仕事とか活動を通してる中に、やっぱりそこをもう無意識でもなんかこう見つけようとするのかしらね。そうなんですかね、うん、なんかそういうのをすごく感じるね、うん、こうやってましてね、うん、本当そう思います。より人間としての本質的なところが、ね、うんうんうん、こう人からも見えるような時代になったのかなと思います。で反対に人の役割っていうのもそこだけになってくるんじゃないの、はいはい、ね、いろんなものが自動化されたりとかしてね、はい、うん、いやますます進化しましょう、はい、ね、いろいろなアイディアやクリエイティブ感をプラスすることで存在価値の化学反応が止まらない。面白い展開も次々起こります。大人だからできる自由だってあるはずなんです。アイマン大募集、番組への参加応援大歓迎です。メンバー一同心よりお待ちしています。見逃してはならないクリスタルシャワー下町スピリット、リンクしてシェアしてコラボレーション、